間もなく動画が始まります。動画が始まる前に以下の注意事項をしっかりとお読みください。それではどうぞ。もしもし、DSYR225 です。ああ、はい。おお、ありがとうございます。それでは、車両に関してはどれを使用すればいいですか？はい。ここは、どこ？もしかして。お、起きたみたいだね。お、ここが新しく転属した場所か。そうだよ。おお、何か。早速だけど自己紹介してくれる？了解です。どうも皆さんはじめまして。225系ゼロ番台です。同じくはじめまして。2600系ゼロ番台です。セカロッチとのゼロ番台系列相手。ここは気にしたらおわりだ。どちらとも、管理員さんの好きな車両らしいんで、しょうがない話です。今はそれを言わないでくれ。気を取り直して。とりあえず管理人の僕から、この鉄道の紹介をします。この鉄道会社の名前は、FNR 福井南陽鉄道と言います。この鉄道はまず、旧山鉄道と接続する南越から、しばらくしたところにある、南越トンネルに入ります。南越トンネルを出ると、南陽沖合駅があります。南陽沖合駅を過ぎると、真矢川トンネルを出たあたりから南陽平野に入り、真矢川駅があります。真矢川から南陽平野をひたすら走ります。新岡宮までは路線がありますが、とある裏事情で新岡宮から先、南陽上野や、いや、南陽、福山方面の経営が難しい状況にあります。裏事情とは何なんだろうか。まあ言いにくい話ではあるけど。実は言うと、JR からこれがないと運用が回せないというものだお。結局225系1編成を除く全編成が JR に取られてしまったんです。つまり資金的に余裕がない中譲渡される車両が2編成しかなく経営が厳しいというわけです。
か。なので高頻発運転ができない上経営できる範囲が狭いです。ただ今後車両が増えると本数も増える、上に範囲が広くなるからよろしくです。了解です。今のところ225系0番台と2600系0番台は共通運用ですが、225系があと4編成と2600系0番台2編成となったら、225系は普通及び新快速運用、2600系は急行系統の運用と池田線及び上野線の普通運用に付くようになっています。今のところ1編成だけが運用に付くようになっていて、225系の一部車両を抜いた4両編成と2600系0番台の3両での運転です。イベントなどで混雑が予想される場合は225系0番台の一部週刊車も組み込んだ8両運転での運転をします。僕も仕事めちゃくちゃ忙しくなりそう。逆に僕はもうなるんだろう。2600系もオールロングシートだから詰め込みに効くから使わないわけではないよ。2600系が運用につくか225系がつくかによって違うわけです。オーストどうやらもうそろそろ225系の試運転の時間が来るみたいです。あ、本当だ。みんなそろそろ動画閉めますか。それではご視聴ありがとうございました。みんな行ってきます。